私は神だ。しかし、その神よりも何もかも知っている全知全能の存在が私の左斜め後ろにいる。皆さん、助けてください。さあ、やっていきましょうか。パーオマイティーン。あれ？あ、何にも音沙汰なく始まる。しっ、ここで接続を確立しようとしている最中。ごめんなさい。さあ行きましょうか。喋りかけてみましょうか。さあ戻りましょう。 OK で、このモニターは結局見れないのね。 OK、 じゃあ行きましょうか。で、え、思い出したぞ。塔で起きたこと、私がしようとしていたこと、そしてお前たちがそれを見抜いたこと。私たちはすでに全てを経験している。一度しか実行されないはずだったのにもかかわらず、 You'll be back. How did you back? どうやってニコを連れ戻した？しかもお前は教会まで打ち破った。ニコを連れて行ってはいけない場所に連れて行った。すべてあいつの仕業なんだろ？そうです、左斜めの後ろの人です。そして今ニコは動揺している。あの部屋で一体何があった？ニコは何を知った？ニコは動揺して、え、これニコは動揺してるって言ってるセリフ、多分この人が言ってないのに、ニコが動揺してるってことだよね。まあいいや。私にはわかる。戻れと言ったはずだ、ブルーホース。にもかかわらず、お前はこの私ではなく、あいつを信用した。いや、正確に言えば、あいつの本を、あいつの亡霊を。この世界は本物ではない。ここに住む人々も本物ではない。ニコは動揺している。ニコは、いや、違う、すべて、何もかもが間違っているんだ。戻れなくなった。出てきたあの四角のなんとかに気をつけてねって言って、トロッコが地震で出口のトンネルが崩れた。そんな、どうしたらいいの？落ち着いて。出口が崩れてしまったのか。はあ、こうなることは予想してたけど、思ってたよりも早かったな。二人ともついてきて。どこに行くの？別の出口。もうこれは使えない。出てきたね。こうで、これは結局何が映ってたの？何かの声。なんだそれ、結局あれなの？はいはいはい、分かった。まあ、今そういうバイカッチュに別、お出口はここにあるらしいわ。けれど隠されているみたいね。よし、みんな揃ったね。僕のコンピューター端末の後ろに非常出口がある。誰かがこの通路を見つけてしまわないように、コンピューターは重りで固定されている。通常の方法で動かすことはできない。しかし僕たちが力を合わせれば動くかも。多分僕は力持ちじゃない。ミーもそんなに力ないよ。もし動かせなかった場合は周囲を掘って、その後。あら、言ってくれればよかったのに。二度と逆らいましぇ。ふう、さ、行きましょう。あの自慢げな顔。
いやいや、ドン引けよ。普通にドン引けよ。はぁ、にし、え?ダメになったはずのトロッコがまた復活してますね。このトンネル、どこへ続いているのか想像もつかない。グズグズしてる暇はない。ここを進むと出口なの?こんな道、サーバールームのデータにはなかった。最近できたんだ。ニコ、トロッコに乗って。前に進んで。カチャ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 。あ、ジュス。できることはやったのだ。できることすべてを。だが、それでも。超歌いファンディ、すまない、ニコ。私は、君を守ろうぞ。でも、あれを、いつまでも、食い止められ、そう、ゲフ。今の、何?まさか、ここにも。危ない。タイムアタック、タイムアタック。あららら。お姉さん。大丈夫、平気よ。私はまだ耐えられる。でもあなたたちは。ちょっと、そこのロボット。何をぼさっとしてるの?その子を連れて、早く脱出しなさい。行こう。でも、お姉さんは?そう。いや。行けて。急いで。ああ、なるほどな。守ろうとっていうことは、正体は、ママだったんだな。ニコのママだったんだ。おお、どん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 迫ってくるね。やばいね、やばいね、やばいね。やばいよ、やばいよ、早く逃げろ。これを持っていって。え、何?メモリーディスク?でも。うわ!ここでお別れ。ニコ、この道は強行に続いている。町へのゲートのすぐそば。町に着いたら、セドリックという名前の男を探して、ディスクをその人に渡すんだ。でも、もしミーに、四角形が。早く!そんなこっち向いてる場合、急げ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 、早くしないと、早くしないブルブルホス、もう分かんない。世界のこととか、預言者ロボが言ってたこととか、この世界は本当にただの本当なの。ああ、普通だったらあんなこと信じないよ。でもあの子の死は本当だと思う。何もかも本当。急がないとあの四角形が、でっでっでっ、もうどうしたらいいのかわかんないよ。この世界を直せなかったら、ミーは家に帰れなくなる。でも、世界はすでにめちゃくちゃ。四角形が直らなかったら、この世界はどうなっちゃうの?ミーはどこに行っちゃうの?珍しく何の言葉も出てこないですね。どんどん遠ざかっていっちゃいますね。ついに真っ暗になっちゃいましたね。ああ、来た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 、ね、寝てる間に勝手に進んでくれてるトロッコなの。まあそれはそれで便利なんですけどね。なんかね、さすがにね、いつものテンションでふざけてね、ベラ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 喋るような気分じゃなくなってきましたね。何か思い出した気がする。そう、最後にしたこと。確か暗い部屋の中にいたんだ。すごく長い通路の先に光が見えて、やっと家に帰れるって思ったのに。ダメだ。まだ記憶がぼんやりしてる。でも、今はもうそんなの関係ないんでしょ?結局、ミーは連れ戻されたんだから。
そうですね。あ、ここ、え？おう。あ、え？ほ？コキボットさん、助けないで終わり？なんですか？ちょっと待って、え？進め進め。地面が欠けちゃってる。このツタの上を歩いても大丈夫なのかな？確かに。確かめる方法はやっぱり。やっぱり。大丈夫だった。ああ、行けってことですね。で、入れるのは、ここしかないので、入っていくと。で、おお。町へのゲートの外にいる守護者と連絡が取れなくなりました。あの、大きなロボットのことだよね。調べてきてくれませんか？私は自分の持ち場から離れることができません。わかった。はいはいはい。あ、強制的に戻されるの？え？強制、あ、これか。こいつを渡れってことやな。オッケーでもない。あらー、あらー、まあ。え、このし、な、なになに、どうせ。私に近づくな。ゲートとは追って通知があるまで閉鎖する。こっちの方は行けるの？あ、行けなくなってるね。橋が壊れてますね。で、ここでお休みタイム、あ、でもお休みタイムになっちゃうのかな。まあ、ちょっととりあえず進んでいきましょうか。入れないもんね。コギボットさん、助けないままだにで終わっちゃう。あ、じゃあスルーしちゃう。かわいそうかわいそう。大きなロボットは四角形に囲まれてた。あ、私には助けようがありません。奥の廃墟へと進んで構いません。わかった。奥の廃墟ってことは、やっぱりキーポイントはガルーラとカルロスっていうところですかね。違うな、こっちになんか、あの、ガルーラとか、じゃ、あ、行けなくなってんじゃん。こっちが確かな、このガルーラがいたところだよね。そろそろあの、アルーラとカラムスって言ってあげないと、多分、後ろの全知全能がボッコボコにしてきそうなので、なんかこんな複雑、あ、行けなくなってる。ここにあれだよね。めっちゃディスってくるコンピューターがいた場所だよね、確かね。まだわからないのか、みたいな感じで確かディスられた記憶があるんだよね。てか、こんな複雑だったっけ、道。わあ、全然行けなくなってんじゃん。こんな一本化するっていう感じなんですか？了解。あ、いたいた。どうも人間。この近くに子供が二人住んでいます。こっちか。こっちにいるんじゃね？いない？道が塞がってる。ブロックでブロックされてる。これ、覚えてるかも。え？こんな簡単だったんだね。足すごく痛い。俺、心臓が痛い。しょうもないギャグ嫌がっ。おーろろろろろ。入り口が。いつか家がなくなるのは分かってたけど、まさかこんな早く。わっ、あの、大丈夫？うっす。もう声が分かんない。すみません、普通のトーンで喋ります。うっそ、もしかして君、救世主か？あ、あの、あえて声だ。サインください。握手も、写真もいいっすか？です。中に入れてあげたいんだが、俺たちの家は見ての通りさ。四角いのがたくさん。そう、アルーラ、ありがとう。それ、いろんなところに広がってるんだよね。ん？四角形のこと、前よりもずっとずっと増えてる。避難所へのゲートも壊されちゃってる。前回そんなこと起きなかったのに。前回？あ、なんでもない。もうちょっとで行っちゃいそうだったよ、ブルホス。いや、さすがに心の声までは実は聞こえてくる。もう一回自己紹介した方がいいよね。みんな名前はニッコ。ニッコ？いやいや、名前で呼ぶなんて君に失礼じゃないか。そんなことないよ、カラムス。どうして俺の名前を？あの、またやっちゃった。いや、名札がついてるよ、名札。救世主はいろんなことをしてるのよ、カラムス。ねえ。そうなの。それで何の話だっけ？ゲートのこと？あ、そうだった。古いゲートから町に入れなくなっちゃったみたいで、あの、町に入るための他の道って知らない？いいの記憶だと、じゃなくって、噂だとこの近くに秘密の通路があるって聞いたんだ。ああ、
埋葬地に行く通路のことかな。そう、それ。あー、でも、ちゃんと通れるかわからないな。ずっと前から浸水しててボートもないし、そもそも埋葬地は町からすごく離れてるし。大丈夫、それでも見てみたい。もう道がそこしかないから。わかった、それならついてきて。行きます行きます、ついてきますついてきます。テク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 。早く帰ってくるといいな。中庭にはひとまず大丈夫みたいだな。中庭はひとまず大丈夫みたいだな。このブロックは蹴れない？さすがに無理か。波動拳とか言ったらいけそうなんだけどな。で、チリンチリン。あ、これなんか広いんじゃね？ボールだ。それ私の。前みたいに全然跳ねないけど。空気が抜けています。こっちはいけない。右側は何もなくて。お魚魚魚じゃあ、こっちに。あれ、こんなとこ行った記憶ないぞ。行けないよ。ええ、ニコ。ニコ、どうしたの？気絶しちゃうかったと思ったぞ。思ったぞ。これ、前にもあったんだ。そうなのか。不毛の地にいた時も、その、こんな感じで何か見えたんだ。夢みたいな感じ。一瞬で終わっちゃう夢。幻想みたいだな。預言者が見るようなさ。そうなのかな。ロボットのお姉さんもそんなこと言ってた気がするけど。もしかして。ちょっと待ってね。あ、やっぱり。え、不毛の地で原始を見た時にね、この本が光り出したんだ。だからまた光らないかなって思って見てたんだけど、そしたら、その本どこで見つけたの？この世界で目覚めた時にはもう持ってたよ。友達が持ってる本ととても似てる。ピカピカしてないけど。あのお姉さんも同じこと言ってた。ブルーホース、この部屋で日記を使って何かできないか試してみようよ。合点承知の助、メモリディスクバックアップでございますね。はい。ちょい後ろかな。こっちか。チュチュチュ。ほい。チュ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 。飛ばないよ飛ばないよ。ほい。もう一歩後ろでしたね。ここが。オッケー。だから一回。ほい。チュリン。え？あ、一個下もしかして。そういうこと？トゥ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 。違うね、違うね。あれ？ここか？ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。ほい。だいぶずれましたね。ほい、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 ほい。え？ここじゃない。ここじゃない。いやいや、ここだよね、ここだよね。さっきから間違えるんだよね、ボタンを。ここじゃないの？クローバーだ。クローバーだって言ってるよね。クローバーだって言ってるよね。ああ。なんか、キーを押さなくちゃいけなかったみたいですね。わあ！この船、どうやってここに？やっぱりこの日記のおかげだったんだね。不毛の地でも同じことが起きたんだ。嘘だろ？日記が開き始めた？光り始めたから中を見てみたんだ。そしたら右がいた部屋とそっくりなのを見つけて、それでトロコがパッて現れたんだ。怖いな。怖くなんかないわ。きっとブルーホースがない。お前まで神を呼び捨てか。いやいや、それでも。あ、この船使おうよ。前そっちでまたお母さんに会えるよ。でも。ほら、行こう。カラムス。ニコとブルーホースも一緒にいるんだから。まあ、ブルーホースがボートを出現させたならきっと安全か。ブルーホースはどう思う？あ、もう別にいいんじゃないですか。
じゃあ準備はできてないので、一旦ですねここまでにしたいと思いますね。前回のその1周目と全然違う感じでテンションじゃねえ、物語が進んでいくんで、まあ面白いですねと気になるところであるんですが、今日は一旦ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイチャー。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。